スーパーマリオメーカーやっていきましょう。コアダさんだよね。コアダさんしかクリアしてないコースですね。やっていきましょう。このレオさんって方はあれなんですね。俺とかコアダさんとか実況者さんにあれ出してるみたいですね。投稿やってみてみたいな感じで出してるんでしょうね、きっとね。さあ行きましょう。飛行船ってかなりむずそうだけど、しかも高速飛行船か。ここで一回待つんだな。で、こう踏んで、ここ行って、キノコ欲しい。キノコ取らないとダメなんだね。あ、でも取んなくても上行けそうだな。これ下だろ？ほっほー。上行ける？行けますね。でもまあ、これ入るんじゃないんだろうな。この、コース作ってる人の性格考えたら上じゃない気するけど、どうだろう。見ちゃった今。いや無理だな。こんな感じで上がれねえ。いやここかよ。最初じゃねえ。ドドドドドン。これは食らっていけばいいんだろう。うわそれは耐えれねえな。ズドドドドン。いや、無理だな。強引にでも突破して、危ねえ。はい。突破。なんだなんだ？コメか？違うのか？やばい。うわぁ。割と先行気味。うわぁ！コメとかやめようぜ。急げ急げ。ほいほい。あー進めねえ。ここ大丈夫。届け。よし、オッケー。オッケー。おほほ。おお。お、取れた。早速取れた。うっ、食らった。落ち着け。次どっち？ああ、食らった。死んでくれ。頼むから。危ね。早く死んで。オッケー。土管かな。うおーっと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 、なんもない。オーケー。おーし。危な。超間違い探し。つ、う、ん？はあ。はあ。はあ。あ、これずっと左だったら死なねえんだ。へえ。え？あ、間違いなくて。はい？うわ！これは絶対壊れるっぽいよね。おお、なんかあったぞ。これか。間違い探し。間違い探し。今んとこ間違い探してる要素一切ないよね。あった？あ、降りないとダメか。はい。中間。甲羅？積み。お、お。俺と一人しかいないじゃん。マジか。ギリギリいける。オッケー出た。はい。はい、うふ。大丈夫。ちくわ復活するから。オッケー。真ん中にいれば大丈夫そうだね。怖え。死んだよ。真ん中乗ってて、
こから移動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 ギリッゲー大ジャンして、オッケー入りましょう。結構続くのな。で上行って、あぶね。入りまして。踏んで入りますと、オッケー。じゃあな、これだな、乗るんだな。倒せる。ダメだった。あ、危ねえ。間に合わない。よし、取られたか。うわ、取られたか。終わった。あ、ゴールある。もう突っ込んで大丈夫だ。見えたね。いけたね。ごっつおさんです。まさかあんなゴール近いとは。この次なんだっけ。あ、そっか、ここだよな。ここがなかなか斬新なギミックだったな。あんま見ないよね、今のギミックは。てか初めて見たわ。似たようなギミックを見たことないわ。ここな、できればな、ファイヤーマリオ状態で、なんとか抜け切りたいんだけど、ちょっときついかな。食らうね。まあいいや、でっかいマリオ状態だったらもう買ったも同然だろ、こんな。勝ちゲーだろ。ちょっとリードできたし。いやっしゃい。これワンチャンさ、最初上行っても勝ちじゃなかった？今のとこ上行っても OK だったよね、多分。伝っていけたよね、キラー。そういえば全く間違い探し要素なかったよな。さあ、じゃあこれやって終わろうかな。お、最初ファイヤーくれるあたり。なんかあるね。コインが。これあれだね、楽しんでもらう用のステージなんだろうな。製品版みたいな感じで。決して人を殺す、マリオを殺すようなギミックではなく、ユーザーに楽しんでもらうための売り起こす。あはははは、短え。じゃあ今回はこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。